はい、死の物言わず曲作りということで、まあ、曲をね、とりあえず作ってみようという、講座みたいなもんになります。まあ、見ていただいて本当にありがとうございます。できればね、最後まで見てもらって、一曲、自分の曲をね、作ってもらえればと思います。はい、それで、順序だけちょっと先に決めさせてもらいます。最初にビートを作って、次ベースを入れて、音を重ねて、展開を作って、音を調整して、という、こう、段階でね、ちょっとやっていこうと思います。ちょっとだけ長いかもしれないですけど、まあ、それなりのクオリティを保証しますので、最後まで頑張ってもらえればと思います。まあ、というわけで今回はまずビートからいってみましょう。どんどんいきましょうか。じゃあ、シカラのプロジェクトから作成していきます。はい。で、ガレージバンドをね、カラのプロジェクトを立ち上げるとこんな風になってくると思うんですけど、まあ、ソフトウェア音源で今回は行こうと思っております。はい。まずはですね、この左上のとこをクリックすると、音が出てきますね。なので、このサウンドライブラリから左下、なぜか最初はいつも LP が出てきちゃうんですけど、ドラムキットとかいろんな音源があります。エレクトロニックドラムキットからグリッチーファンクとか入れてみましょうか。グリッティーか。グリッティーファン。いや、グリッティーってなんかよくわかんないけど。コントロールを押しながら、左クリック、もしくは右クリックで、この空のミリリージョンを作成というのがあるので、これを、はい、作ります。右下をこうやって、ドラッグすると、その長さを変えることができますね。とりあえず、4小節、ここまでを、作ります。ダブルクリックをすることで、下の画面がこういうふうにピアノロールと呼ばれるものがね、出てきますね。ちょっとわかりやすいように大きくしておきます。あと、サウンドライブラリは使わないので消しておきます。ピアノのね、鍵盤が、縦に並んでるんですけれども、この、それぞれにね、こうやって音が割り振られています。クリックすると音が流れますね。そしたら、コマンドキーを押しながら、左クリックをすることで、まあ、コマンドキーを割った時点でこうやって、カーソルが鉛筆になってるんですけども、こうやって、音符を打って、音符というかね、音を打っていくことができます。試しに最初はですね、僕のやってる通りにやってください。このように打つことで、音楽を再生すると、スペースキーで再生できますね。となります。こうやって、範囲選択をした上で、このように、ドラッグして、離す前にオプションを押すとこうやってプラスボタンが出ますので、プラスが出てから離すとこうやって倍に増えますね。便利機能です。はい。じゃあ、スネアというのを打っていきます。スネアっていうのは音としては、とかこういう音です。今回やろうと思ってるのは、これの音の方がおしゃれかなと思ってるんで、なんか、この、なんだろう、鍵がチャラチャラしたような音が入ってるやつですね。これを間に打っていきます。トン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 。はい。聞いてみると。はい。とてもつまんないですね、まだまだ。さらに、今度はハイハットというのを打っていきます。これですね、この部分のやつ、はい、これをどんどん打っていきましょう。これは、さっきの倍で打っていきましょうかね。で、コピー&ペースト機能を使って先ほど言ったこの方法、もしまあ普通にコマンド C コマンド V でもできますけど、こうやってできますけど、こっちの方が僕は早いかなと思ってますね。はい、じゃあ聞いてみましょう。ちょっとなんかリズムっぽくなってきましたよね。ここで、ちょっとこのハットの音が大きい、この音ですね、ちょっと大きいかなと思ってるので小さくしたいんですけれども、これを、左側このベロシティってとこですね、これこのリージョンとノートってありますけど、これのノートの方にしてベロシティをこうやって変えてやると音が大きくなったり小さくなったりします。再生しながらやってみると分かりやすいかな。まあ、本当は音の大きさっていう言い方ではないんですけど、まあ、わかりやすい音の大きさということにしておきましょう、現段階では。はい。というわけで、これぐらいにしておきます。で、ここで、ベースはこれで出来上がりとなります。ここから、それぞれ皆さんのね、オリジナリティを出していくということになりますが、とりあえずはテンポから変えていきましょうか。例えば70ぐらいにするとどうなるのか。
こんな感じですね。じゃあ逆に170にすると180でいいや。はい。はい、という感じになります。で好きなようにしてもらっていいんですけれども、今回はちょっととりあえず100ぐらいで。で、同じような方法で、70ぐらいに作ったやつと、170ぐらいで作ったやつ、ちょっと時間があれば用意しようと思っているので、そちらをね、まあ、参考にしていただければなと思います。というのは、速いリズムと遅いリズムで、なんだろう、ビートの組み方とか、ドラムの感じって変わってきちゃうし、全体的にも雰囲気が変わってくるので、まあ、今回でもとりあえず100。でも、どっちにしても、この今作ったこれがベースとして最初はやっていくと、便利というか楽かなと思っております。それではこの100の状態で一回聞いてみましょう。という感じですね。で、そこから今度はキック、ここの音ですね。この音、低いボコボコっとした音をちょっといじってみます。それぞれね、皆さん自由にやってもらって構わないんですが、ルールを一つだけちょっと設けさせてください。このスネアの音とは被らせないこと。そして、被らせないというのは、ここに置かないってことですね。こういう置き方はしないでほしいということ。そして、このキックの頭の部分、1、2、3、4ってここに数字がありますよね。小節の頭のやつだけはずらさないでください。で、やるとどういうふうにやっていくのかっていうと、ちょっと試しにやってみますね。この辺かな。ここはい、という感じ。じゃあちょっとこれ今やってみたので聞いてみましょう。という感じですね。ちょっともう一個出しとこうか、これ。OK。はい。という感じになりました。じゃあ次ですね。やりたい人は例えばここに、こうやって一個ぐらいハイハットを足してみるとどうなるかっていうと、みたいな感じでね。もう他のところにもこうやって増やしてもらっていいんですけど、みたいな感じでやっていくと、いいと思います。これは、スネアの音だけは、まあ、変えてもいいんですけど、ほとんどのジャンルで変えない方がいいのかなと思っているので、最初は、これはここに置いておきましょう、とりあえず。増やしもせず、減らしもせずということで。はい、これでとりあえずのビートはおしまい。これも僕は消しときます。さらにパーカッションですね、をちょっと入れておきたいなと思います。ここからですね、なんか良さそうなやつ。面白い。はい。まあいいや。とりあえずこんな感じで、出来上がり。ちょっと一回だけ聴いてみましょうか。うん。はい。こんな感じです。まあ、パーカッションに関してはね、曲の展開によって後でやっていきたいと思うので、とりあえずはこんな感じにしておきたいと思います。まあ、なんか楽しい方が、この後はやりやすいのでね。はい。